ビルケント公共楽団はトルコのオーケストラ。1993年に設立されたトルコの首都アンカラのビルケントを拠点とするビルケント大学音楽芸術学部のプロジェクトとして1993年に設立される音楽芸術学部の教授など60人ほどの奏者が所属する大学院で学ぶ演奏者が講演に参加することもある 年に50回ほどの公演を行っている。このような経緯や特徴から、公式サイトでは、トルコで初めての国際的、教育的、芸術的な施設のオーケストラとしている。これまでに自主レーベルのほか EMI やナクサスなどにおいて40以上の録音を行っているなど、積極的に活動している。ビルケントコンサートホールでの公演のほかビルケント劇場での公演、 トルコ人作曲家週間、ビルケント・アナトリア国際音楽祭などで活動し、公演数は年に50回を超える。演奏旅行もたびたび行い、2004年には来日公演を行っている。本拠地のビルケント・コンサート・ホールビルケント交響楽団は、ユニセフ親善大使に認定されており、録音の収益から、 ユニセフへの活動への支援や、1999年のイズミット地震やパキスタン地震の被災者の支援のために寄付を行った。アンダンテミュージックマガジンは2011年にビルケント公共楽団をトルコ最高のオーケストラと表彰した。トルコの作曲家、音楽学者のアフメトアドナンス最はビルケント大学の音楽芸術学部の設立を進めた一人であり、 ビルケント大学には彼の机やピアノが保存されている。ビルケント公共楽団はピアノ競争曲、チェロ競争曲、ビオラ競争曲、公共曲など、災軍の作品の録音を積極的に行っている。アフメトアドナン災ン、ユニセフ。 w w w u n i c e f t u r k o r g 2 0 1 6年8月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年8月27日閲覧 klasiknotlari.com クラシックミュージックのオトラークラシックのオトラー2016年8月27日閲覧ありがとうございます